はい、どうも、ふめでよです。今回ですけれども、つむつむ公式サイトからですね、ピックアップの情報が来たんで、展開していくというところとですね、引くべきかどうかっていうところを、解説していきたいなと思います。自分はね、第2弾の新つむかなと思ったんですが、今回はピックアップガチャというところになっております。はい。で、ラインナップがね、こちらに書いてある通りですね、白の女王スカットル、おしゃれマットハッター、アリ王子、ダンシングジーニー、ティモン、シンバ、ヘラクレス、ラジャーというところになっております。はい。で、これどうだ、ちょっと全部見てないんですけど、そういう感じですね。ラストショーも決まってます。ハッピー白雪姫曲付きです。はい。自分はハッピー白雪姫、この前メイン赤でスキルマにしたんで、スキチケもらえます。ありがとうございます。はい、という感じでございます。はい、情報としては以上ですね。はい。ということで、引くべきかどうかっていうところをまず言うとですね、引く必要はありません。はい、全く引く価値がありません。はい。ただね、ピックアップの中身としてはめちゃくちゃ優秀だぞ、これ。めちゃくちゃ優秀だぞ、これ。中身が豪華すぎる。まず、白の女王がピックアップに入ってることがすごいと思う。単純に。あと、ダンシングジーニーだよね。あと、アリ王子も、これはね、スキルマンなんないとそこまで強くないんですけども、そんな感じで、目玉がアリ王子、白の女王、ダンシングジーニーということで、いいぞ。かなりいいと思います。ピックアップガチャの中では。はい。ということになっております。で、報酬積むのスカットルもね、入っております。スカットルね、自分メイン赤ね、ちょっと今から見てみますけど、確かスキルマじゃないんですよ。なんで今回、これ、スキルマ作れるということで、めちゃくちゃ嬉しい。自分スキル2の 50% だったんで、確かね、今ちょっと確認してるんですけれども、スキル迷った。ごめんなさい。ありがとうございます。ガチャチキありがとうございます。はい。という感じでございます。ってことはですよ、私はとりあえずこのラインナップだと、メインアカは全部ピックアップガチャの中身は全部ガチャチキに変わりそうですね。ありがとうございます。はい。とりあえずスカットルは報酬積むなんで、持ってない方は、今回手に入れるチャンスかなということで、コレクション用としては、みたいな感じですね。はい。で、一応、常駐積むが、ラジャーとヘラクレス、シンバ、ティモンになっております。で、期間限定が、白の女王、スカットル、オシャレマッドハッター、アリ王子、ダンシングジーニーというところで。5体期間限定。ラストショー、ハッピー白雪姫入れると、6体期間限定の、常駐積む4体というところですね。はい。てな感じでございます。情報としては以上なんですけど、一応、ざっくり、自分が覚えてる範囲でスキルの内容を解説すると、白の女王は、これ、中央消去扱いだったかな。王冠みたいな形で消してくれます。はい。王冠みたいな形。リドルのって言ったらあれだけど、王冠みたいな形で消去してくれますよという内容になっております。で、スカットルに関しては、さっきね、見てなかったな。でも消去系です。消去系のツムです。はい。で、おしゃれマットハッターが、3方向ライン上に消しますよという感じでございます。で、これ一括消去なんですけれども、強いです。強い。はい。強いです。ちなみにスカットルは横ライン上にツム消すやつですね。ガジェットよりかは弱いですよということですね。アリ王子は、下消去プラス、縦ライン消去みたいな感じですね。最初の下消去はコンボ扱いになって、最後の縦消去は、普通の一括消去ですね。これ、バグがあってですね、登場した時には、めちゃくちゃ強かったんだけど、弱体化してしまったと。弱体化というか、運営さんのね、ミス、単純なミス。元々の性能と、ね、は違った、性能が吹いたっていうかね、範囲がおかしかったんで、そこがね、
まあ、修正されちゃっていると。まあ、修正されてても、割と強いんで、はい。で、ダンシングジーニーは、大ツムですね。大ツムのアリ王子が登場します。で、それがね、消去数がめちゃくちゃ多くて、スキル1でもスキル6でも、消去数が変わらないっす。はい。なんで、低スキルから、めちゃくちゃ消去数が稼げて、っていう感じですね。まあ、低スキルで結構優秀なツムかなというイメージです。で、ティモンが、大ツムプンバーを出すんだかな、確か。俺の記憶が正しければ、大ツムプンバーを召喚する。はい。です。まあ、大ツムのミッションでは使えるかな、というところですね。はい。俺、あれだね。俺、これ流してたんだけど。ループするの忘れてた。はい。で、シンバは、中央消去ですね。はい。まあ、スキルまで30消去ぐらいなんで、まあ、そんな強くないっす。で、ヘラクレスが横消去。で、ラジャーも横消去です。はい。ラジャーはね、スキル発動数がね、ちょっと重いですよね。消去数めちゃくちゃ多いんですけど、ちょっとみたいな感じでございます。はい。っていう感じでですね、まあ、スキルの紹介させていただきました。はい。まあ、ピックアップの、内容としてはね、以上になります。まあ、基本的にドスル案件なんですけれども、一応、スカットルという、まあ、報酬ツム、まあ、コレクション要素の高い、まあ、ツムがね、入っておりつつ、城の女王が入ってるのは、やっぱり熱いかなというところですね。はい。てな感じでございます。で、明日からですね、新イベントを開催いたします。で、もしかしたらね、報酬ツムがあるかもしれない。けど、まあ、報酬ツムで来るんであれば、グリムになるのかなと思うので、まあ、グリムがね、そのまま新ツム登場してくれ、しちゃったんで、第一弾で。はい。まあ、ちょっとね、報酬ツムはあまり期待できないかなというところは少しあります。はい。まあ、ただ、キングダムハーツとのゲームのコラボでも、報酬ツムでシャドウが登場してますし、まあ、一応ね、まだ、うっすら期待はあるんですが、まあ、基本的にはやっぱり、来ないかな、という感じでございます。はい。ということで、まあ、とりあえず、明日から、新イベント、頑張りましょう、ということで、はい、ございます。はい。私、マッハで攻略して、攻略動画もね、上げていきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいのと、あとは、まあ、明日からはね、まあ、新ツムじゃなかったということで、まあ、この中でね、対象のツム、で、強いツムとか、まあ、こんな感じで使えるよっていうのをですね、いろいろ、紹介したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。